先ほどありましたスワイプアンドシェアのタッチペンのデモをさせていただきます。こちらにですね、スマホで撮った画像があります。例えばこのパンチですね。パンチもでこれをですね、USB 一本でテレビの方に映すことができます。こういうものです。で、ここまでは実はそのベータリモーという去年までのモデルでもできたんですけど、今年ですね、新たにできることは、先ほどのタッチペンでもありますけど、これを使いまして、やっと出ました。で、ここでですね、検索の方法を変えたりして、こんな感じです。で、色も変えられたりするんですけど、写真にお絵描きができます。で、こんな感じでいろんなお絵描きをして、これをシェアしたいなという時に、今度はですね、同じスマホでもいいんですけど、別の端末ですね、こちらでもの方にですね、なんとすぐに落としてくることができる。これも指1本でこういうふうにしていくと、こういう具合です。そこはそういうことです。というふうなですね、新しい、テレビとスマホ、タブレットとの関係ができたというのがこちらの商品になります。後ほどのですね、デモではもっと楽しいですね、テレビの映像にそのまま落書きしちゃうとか、そんなこともできますので、またデモコーナーの方で、ご確認ください。よろしくお願いします。はい。